ちゃんと前提条件をパチッと明確にしておくと、金銭的にも時間的にも恵まれますよ。インフルエンサーの方だったら、鬼超共感。はい、どうもこんにちは、佐々木です。こんにちは、青です。今回はですね、お客様は何も知らない、明確に伝えるための3つの方法ということでお話をしていこうかなというふうに思います。はい、最近ですね、ツイッターキャンプっていう企画をやったりしてるんですよ。それ何かっていうと、僕のツイッターブレインに沿って、ツイートをリアルな場所に集まって100個作りましょうみたいな企画をやってて、3回ぐらいやったのかな。その中でツイートをみんなバーっと作ったんだけど、結構自分が伝えたかったことが間違って伝わってるなって感じることって結構あったりするんですよね。他にもですね、 YouTube で喋ってることが別の捉え方で捉えられちゃってるなっていうことがあったりとか、実際に他の人の YouTube を見ててもこう言ってるんだと思ってたけど実は違ったみたいなことってたまにあるわけじゃないですか。ウェブの世界って1対1で発信するものではないので、1対多で情報を捉えていくようなものですよね。言うならば、なんか他の捉え方されちゃったなっていう場面が多いのがウェブの特徴なんですよ。やっぱ1対1より効率よくいろんな情報をいろんな人に届けられる一方で、ミスリードみたいなことも起きやすいよねっていうのがウェブの世界ですと。皆さんもやっぱ時間を使って発信している人がすごく多いので、間違った風に捉えられちゃったらもったいないよねっていうのが正直ありますよねと。今回僕が普段心がけてるところ、お客様って基本何も知らないよねっていうところをベースに、じゃあこういう風なことを気をつけていけば意外と伝わりやすくなっていくんじゃないっていうところをお伝えしていこうかなと思います。3つあるんですけど、1個ずついきますね、はい、1個目、前提を伝えるっていうところですね。最近僕が普段よく見てるアカウントで、あおさんっていうインスタの発信してる人がいるんですけど、はい、その人のツイートで、個人でできるウェブ集客方法ランキングは1位 SEO かっこブログメディア、2位 YouTube、 3位 Twitter、 4位インスタ、5位 TikTok ですと。ただ実績のスキルがない人が半年から1年で顔出しをせず高い確率での成功という条件をつけるならば、インスタが1位だと思ってますと。非常に良いツイートですね。これ確か話してたんだよね。 SEO がより集客の王様だよねみたいな、はい、SEO で例えば1位を取った時とインスタの発見欄とかで1位を取った時とかって、商品の売れ方ってやっぱり全然違うよねとか、 YouTube の検索窓である企業で1位を取った時と SEO 比較したらやっぱり SEO 系の方が売れるよねとか PV も高いよねっていうお話をしてましたと、はい、結果的に個人でできるウェブ集客方法ランキングはっていう風に話したんだけど、方法ランキングって結構抽象度高いのよ。難しくない？例えばこの書き方だと SEO が一番いいよって上だけ見たら捉えかねないよねみたいな。でもなんか話したのって、例えば動画編集っていうキーワードで SEO1 位取った時と、 YouTube 検索で1位取った時と、インスタの発見欄とかで1位を取った時っていう比較をした時に SEO が一番数的にはでかくお客さん取れるよねって話をしてたわけじゃないですか。だから方法ランキングとかにしちゃうと、いわゆる全方向で見た時に一番選ぶといいものが SEO だよって捉えられがちになっちゃうから、はい、さっきの前提を知らないお客さんからすると、ん？ SEO が一番いいの今の時代にってなっちゃうから、結構そのミスリードになっちゃうよなってふと思って、だからなんかもしこれを書くんだったら、さっきの前提条件を入れるっていうので、トップ 1% になったら稼げる度合いのランキングとしては SEO、YouTube、Twitter、Insta、TikTok ですよね。なるほど。みたいな感じにして、前提トップ 1% になるのは大変だけど、トップ 1% になったらいけるランキングとしてはこうだよねと。でも実績のスキルがない人とかっていうのはトップ 1% にならなくても、平均的に比較的楽にとか激化してない競争の中で稼げるよってことを言いたいわけじゃん。だからここのなんか個人でできる集客ランキングって言っちゃうと、自分もこれやんなきゃいけないのかなってなっちゃうけど、前提条件をもっと細かく絞っていくと、実はインスタの方がいいよねっていう発信になってるから、もっと細かく前提条件を言わないと迷っちゃうかなっていうふうに思ったし、僕も結構あるんですよ、そういうことが。前提条件をちゃんと伝えられていないみたいな。前提条件をめちゃくちゃ言うっていうのは非常に良いかもしれないですね、伝える上で。例えばさ、 YouTube いいよ結構言うんですけど、はい、それを見て万人が YouTube やるべきかと言われるとそうでもないよね、はい、例えばこれも編集だいたい月にどれぐらいかかってるんだろうな、多分100万弱ぐらいかかってるのよ、動画編集の費用って、はい、高いじゃん。高いですよね。 YouTube いいよって言って、じゃあ YouTube やりますってなって、プラスにできる人っていうのは、前提条件で言うとちゃんと商品持ってる人だし、別に月100万ぐらいの編集コストをかけても痛くないよっていう人だし、あとちゃんと専門性を持ってて、この人の話聞き
きたいなって思ってもらえる状況が整っている人、この3つが揃って初めてこういう顔出しフリートーク形式の YouTube チャンネルがいいよっていう風になるわけじゃないですか。もっと他に前提を変えると、例えば何もない人でもちゃんとリサーチして需要のあるところの内容を外注化で進めていけば、例えば僕今医療系のチャンネルやってるんですけど、属人性がなくて外注で回る YouTube チャンネル作れるわけじゃないですか。これは前提としてはリサーチがめちゃくちゃ得意で属人性もないし資産性はあるみたいな副業をやりたい人にはそういう YouTube チャンネルがいいよっていう話になるわけなんで、ちゃんと前提条件をパチッと明確にしておくと届きたい人に届くから、これ私がやるといいんだなっていう風になって、ちゃんとその状況に合わせた行動をしてくれると。ここのミスリードを起こさないようにするための前提条件の正しい伝達みたいなのはめちゃくちゃ大事になってきますというところですね。だからここのあおちゃんのさっきのツイートの下の条件付けはめちゃくちゃいいよね。ここの集客法ランキングの抽象度がめちゃくちゃ高かったっていうだけで、下は素晴らしいです。へこまないでね、瞬間を。二つ目、専門用語を使わない。結構ね、専門用語使っちゃう人多いのよ。わかります。LTV とか。はい、言っちゃいますよね。言っちゃう。特に賢い人に多いかもしれない。ああ、アホさんその印象。アホさん使うよね。バカな女ですね。うん、そうそうそう。一回止めるときありますもん。アホさんの動画。佐野くんたまに解説入れない横で。ああ、入れてる気がします。そう。編集者さんが解説も多いですよね。うん、そうそうそう。そうだよね。だから、お客さんって意外と知らないし、集客ってさ、最初の窓口なわけじゃん。一番大きく取って、そこから言ったら LINE に誘導して、もっと濃い情報を渡して、セミナーやる人はセミナーやって、とか商品売ってっていう流れになっていくわけだから、一番この最初の広いところで専門用語使っちゃうと、ここが狭くなっちゃうんだよね。これはすごくもったいないよねっていうお話です。昔あったのが、専門用語すぎて誰もついてきてないみたいな。はい、その人は法人向けのウェブ系の広告のコンサルやったんだけど、最近はアドネが熱くて、みたいな。アドネットワーク。アドネットワークですら通じないのに、アドネは通じないのみたいな。とかあって、結局、お客さんって知らないからその人の情報を見たいわけじゃん。知らないから何をするといいのかとか、どんなメリットがあるのかみたいなのを語ってほしいわけよね。例えば、僕の例で言うと、まあ、マーケティングを学ぶと、こんないいことがありますよと。商品を自動で販売することができるし、時間も浮くし、自動化ができて、外注化もできて、仕組み化ができるから、金銭的にも時間的にも恵まれますよ。というか余裕ができますよって話をしてるわけじゃん。でもこれクロートが発信するとさ、いわゆるマーケティングを学ぶとって発信もそもそもしないの。クロートの人はわかる。ロアスを上げる方法はこうですみたいな話になるのよね。そっちの方が確かにクロートっぽいし、クロートに刺さるのよ。でもロアスっていわゆる広告費に対しての出る売り上げを上げる方法を知りたい人っていうのは、もうマーケを学ぶ良さを知ってる人だったりとか、マーケの知識がある人なんでね。その人ってあなたの商品をなんか買うんですかって言われたら、そうじゃないよねっていう風になっちゃうし、パイが大きいのはやっぱりこれからマーケティング学びたいそうとか、これからやりたいそうなので、じゃあそれに向けた発信をしていかなきゃいけないよねっていう風になっていくと、おのずと専門用語が少なくて良さだったりとか、こういうことをやるとあなたにこんなメリットがありますよっていうのを伝えていくような発信になっていくよね。だからよくその業界の歴が長い人とかが、あの人は本物じゃないとか、あの人はレベルが低いみたいなこと言うんだけど、それそうなのよみたいな。それはなぜかというと、専門用語を使わずに初心者にも分かるように説明してて、かつその初心者層が入ってきやすいように集客口を大きく確保してるから、上の人から見たらこいつは薄いとか浅いっていう風に思っちゃうんだけど、それが分かってないうちは売上としては上がりませんよっていうお話ですね。クローズ向けの難しい用語を使った発信で、意外とリツイートがもらえるんですよ。それもインフルエンサーのリツイートがもらえるんです。はい、なぜならめちゃめちゃ共感する。なるほどね。ロハスがどうとか、CTA がいくらだったとか、こういう情報面白いですし、共感性が高いのでめっちゃリツイートされるから、インプレッションもめっちゃ高いんですよ。生じ気持ちよくなってしまう。PV の魔力に取りつかれてしまうので、本当にしたいことってそれなんですかっていうのをもう一度問い直したのが、それはそうですね、いいかなと思ってたりします。確かに、ね、個人でできる集客ランキングもあんまりそういう意味ではいいツイートじゃないです。あ、インフルエンサーの方だったら鬼、超共感、そうだね、スーパーわかる。我らが移動中とかに喋れないよね。でもなんか普通に副業どれにしようって言ってる方だったら、ね、SEO もう厳しいって言ってんじゃんみたいな感じになっちゃうね。 SEO って何みたいなところから始まる可能性も高いですね。確かにっていうと、やっぱり手段としてはいまいちなツイートだったかもしれない。そういうなるほどね。でもこれもリツイートももらえるような、自分がどのポジションにいるかっていうのも結構よるんですけど、っていうので、まあめっちゃいいツイートってわけではないですね。なるほど。
はい、3つ目ですね、はい、これどっちかというと Twitter より YouTube とか長尺のものでなんですけど、復習入れるっていうの結構大事だなって思ってます。講座とかでもそうなんだけど、はい、バーッと伝えて何について喋ってたんだっけこの人みたいな感じになっちゃうパターン多いんですよ。前々回ぐらいの動画で顧客の7段階とかをバーッと喋って、それぞれこうレベルがあるよねみたいなお話をしたん、まあ、別の動画なんでちょっと見てほしいんですけど、それでも1回7つの特徴パーって言ってそれぞれ説明して最後にまた復習入れるみたいな構成にしたんですよね。やっぱそういう構成の動画の方が理解度が高いし、そういう構成で喋ったセミナーとかの方がみんななるほどってなって聞いてくれるんですよね。だから7つのポイントとか5つのポイントをパッと言う、それぞれ説明する、改めて復習するみたいな構成で喋っていくと、意外とその知らなかったってお客さんにもすんなり入っていったりするのでおすすめですと。やっぱね、僕らもそうなんだけど、知らないことって一回言われて一回説明されてもよく分かんなかったりするんですよね。最後に復習まとめをパッと入れてあげるだけで全然捉えられ方違うんで、これはまあよく言われてることですが、やってみるといいんじゃないかなというふうに思います。あおちゃんのさ、インスタのアカウントもさ、毎回まとめ入ってるよね。入ってますね。入れてるよね、テンプレートに、キャプションにも入れてます。そうだよね、キャプションにも入ってるもん。確かにね、あれって最初からやってる、まとめ最初からやってたと思います。それでもさ、周りのインスタの文字系運用者が全員やってたかったよね。やってた、やってない、あ、やってる人がやっぱ伸びてるんですよ。そうだよね、伸びてる人はやってた。そうだよね。結局そういうの分析していくと、お客様は何も知らないっていう原則にこう基づいて、分かりやすく伝えるためにはどうしたらいいかっていうのを分析していった人がやっぱ勝つので、この辺もね、見ていってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、まあ今回の動画はこんな感じかな。本当にね、お客様は思ったより知らないし、喋ってて、あ、これも知らないと思うこと結構ない。思います。そう、あーってなること多いし、それはなんでかっていうと学校で習わないからね。副業のことって学校で習わないし、みんなが義務教育として終えてるものだったらやっぱね、僕はみんな知ってるじゃんみたいな感じなんだけど、そこの共通言語がない業界でやっぱ戦っていくのであれば、何も知らないっていう前提で喋っていくのがいいんじゃないかなと思います。ということで今回の動画はこんな感じですね。概要欄に LINE のマガジン貼ってるんですが、そこでは具体的に利益売上げどうやって上げていくのってお話をしておりますので、ぜひそちらの方チェックしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。